はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。モンスターハンターライズ、皆さんハンター生活いかがお過ごしでしょうか。まあ、自分もモンハンはねかなり、好きなんで、スイッチの、モンスターハンターライズ、やってますということで、まあ、今回は別になんか特別なことするわけじゃなく、自分もモンハンやってるよっていうようなただの自己紹介動画なんで、まあ、ゆるーくやっていきたいと思います。じゃあ始めていきましょう。で、今の状況なんですけれども、集会所の進行状況が星7、もう上位にはなってます。土日それなりにやったん で、あと上位の7をキークエ5クエストこなすと多分緊急が出て、まあ一旦それまでっていう感じですね。で、村クエはだいたい終わってます。で、あと装備なんですけれども、まあ皆さん何使ってるかいろいろあると思うんですけど、自分はガンランスです。愛用品ホウモロコシ、もうホウモロコシ大好きだから俺。やっぱ拡散レベルが高いのがいいよね。多分もう1ランク上げられた気がする、ホウモロコシで。外拡散後になったっけ、それなんか別のやつだっけ。もう大体俺ホウモロコシ使ってるんで、ちょっと見てみよう。で、ホウモロコシはギルド派生なんで、ここからギルド武器で右に行って、もう1ランクいけるよね。でもう1ランク鍛えると大砲もろこしになって、砲撃レベルが5になるというところです。オンコ竜の魂結晶みたいなのが必要で、上位のマガイマガド狩らなきゃいけないんだよね。俺マガイマガド超苦手、なんかもう攻撃が激しすぎる。まあ、その分ね、ガンランスはガードが硬いんで、まあ、死ぬことはそうそうないんですけど、ちょっとめんどくさい。で、武器はガンランスを使ってますというのと、ガード性能は、まあ、俺はやっぱ欲しいんでガード性能つけてます。で、まずバサルシリーズ、バサルシリーズでこれで2つでガード性能3になって、であとジュラのシリーズがガード強化がついてるんですよね。で、これガード強化3でマックスでしょ。で、ガード性能は3で、頭がなんか見当たらないんで、頭だけディアブロの貝の装備をしてます。これでガード性能は4で、ガード強化が3、あとちょいちょいついてますと。で、あとこれで、広域化がついてるんで、一応マルチプレイするときに、まあ、少し貢献できるという感じです。一応あとマルチ用で麻痺用の武器も作ってあります。装備、普段はホウモロコシなんですけれども、これブレイクランアウトで、麻痺属性28のやつを、作って、放射型ですね、これは。で、ガンランスはまあ通常放射拡散があるんですけど、俺はね放射が結構好きかな、使いやすい。フルバーストも火力出るし、流撃砲も火力出るしっていう感じで、拡散型だとね、どうしても弾の装填数が少ないんで、フルバースト狙うよりはまあ単発で撃ってった方がいいかな。で、ための威力が高いんだけど、あんまりためは使わないっていうか、もうため俺変えちゃってるんで、ダッシュするやつに。まあそんな感じかな。残ってる村クエをじゃあ1個消化しましょう。クルルヤック、アンジャナフか四つ身和道かラングロトアって言ったら、じゃあこっちやりますか、せっかくなんで。で、あと団子だ、団子食いましょう。で、団子はもうマイセットになってるんで、一番上が日替わり団子で、2番目が砲撃術、これで発動すれば砲撃の威力が上がります。で、あとお団子医療術使ってます。換算術しか発動しない。まあ、いや、行こう。で、あとお供アイルーとお供ガルクについてはもう初期の2人ですね。特にいじってないし、あんまり気にしてない。で、装備も最近変えてないよな。うちのお供ガルク、なんかよくわかんないけど名前ベリアルにしてある。なんでかよくわかんないけどそういう気分だった。あ、もう受けてあるわ。じゃあ行きましょう。さて、行きますか。ただ最近のねモンハンはワールドをそんなにやってなくて、実は動画に多分上げてるくらいしかやってないんで、アイスボーンは全く触ってないですね。だからちょっとね、この地形がやっ
ぱ広いよね。高低差がめちゃくちゃあるんで、地形を把握するのがちょっと大変かな、今の俺には。どこ行ったらいいのかよく分かんなくなるっていう感じで、あとマップ自体はすげえ、なんていうの、快適さは上がってるよね。これでもうモンスターどこにいるか分かるんで、カチカチカチってもういきなり、一回も出会ったことないモンスターでももうハテナハテナになってて、どこにいるのかっていうのは分かる。だペイントボールとかもう必要ないし、であと採取とかするのもここに鉱石があるんですけど、もう一回でこれ犬乗りながら一回で3つ取れたりするんで、何回もね、あのホリホリする必要がないというところです。でアンジャナフとクルルヤックなんで、先にアンジャナフを発見したんで、こっちから行きますか。ほいで覚えてくるんで、最初はガード。他の武器試してないけどさ、攻撃ってどうなの、威力拡散レベル4で一応36当たるからね、そうダメージが見えるから。拡散の時はまあブラストダッシュよりは仮面にした方がいいのかな。で、まあ、装備上位なんでほとんど食らわないっちゃ食らわないダメージ。でもまた下にくぐってひたすらチクチクやるだけだよ。殴ると銃だからね、やっぱり攻撃した方が強い。いいんだな。で拡散型だったらあれなんだけど、これでフルバーストが打つと2発しかちょっと当たらないんで、やっぱり放射通常の方が砲撃は威力はなんか出しやすいかな。単発は確かに拡散の方がダメージ高いんだけど、そのまあ俺も別に DPS にそんなにこだわってるわけじゃないけど、そして DPS 考えると多分放射が一番バランスがいいかな。使いこなせばもしかしたら拡散いいんだろうけど、未完成装填数2っていうのが俺の中ではネック。フルバーストがね打ちやすいんで、フルバーストからのなんていうの、流喰い砲みたいなやつ。この辺とかね、で竜気砲が結構隙があるんで、これねカシャってやるやつなかなか当てるのが難しい。こういう時に本当当てた方がいいんだろうけど、だからこっからフルバーストの竜気砲につなげるっていうのが、まあ、多分基本のコンボになろうかと思います。あと竜撃砲もその構えの時にガードの効果がついてるんで、まあ、結構積極的に狙っていってもいいとは思う。とはいえ外すとそれなりにやっぱりため時間がかかるんで、ちょっと待ってな、もうこれだけですよやることは。ずっとガードして隙を見つけたらなんか一発撃つみたいな。あとね、放射のいいところは、今これは拡散なんですけど、放射のいいところは結構ね攻撃の威力も長いっていう、少し離れててもね当たるは当たるんですよね。あとなんかジャストガードみたいなのがあるんだけど、俺それ全然使いこなせないです。それを使いこなせないから結局ガード性能つけてるんですよ。なんか一部もうガード性能はあんまりいらないっていう意見もあるんですけど、やっぱねガード性能がないと俺は安定しない。でモンスターが去っていったら、これ落とし物だから回収して、で犬乗って、犬乗っても覚悟しな、砥石研げるんですよ動きながら。これがね何気に便利で、そこどっか行っちゃった時にね追っかけるのがね、なんかどこ行けばいいのっていう、これかもう使いこなせなくて、犬のあどこか来たよ。犬乗りながら、あれちょっと待って本当にできない。ジャンプできるんだっけ。あの基本的に移動するときは犬乗った方がいいです。こっちでしょマップ的には。でこっちでしょ。
で、あとお供自体はソロでやるときは2人連れていきます。でマルチでやるとき、おお、なんだ、雲入ってる。マルチでやるときも別に4人揃っても1匹連れていけるんで、結構入り乱れるよ戦闘シーンは。4人プラスお供が4匹いるからね、全部で一発殴ってる。もうここだけ、あとはこの作業だけです。この作業永遠に見させられるっていう。放射の方が良かったかな。放射の方がね、割とコンボがつなぎやすいんで。おっ、炎入ってくれればだいぶ隙が出るんだけどな。最初はね、そのモンハンの操作に慣れるのにだいぶ苦労した。でもこれ全然余裕。これってガード負荷なのかな。今ガード強化つけてるからガードできるけど。お、チャンスチャンスチャンス。こういう時に本当だったら切り上げ叩きつけフルバーストからのこのクイで、さらに時間があるとそこから流撃砲につなげるっていう。もうまひってる時とかだよね、罠にかかってる時とかは。それでだいぶダメージが稼げる。装填数プラス1とかあんのかな。倒した。まあ村クエはね、まあ、大したことないんで。でクルルヤックの方が全然弱いはずなんで、まあそっちもパパパッとやっちゃいましょう。まあ装備がね上位だからね、そりゃ楽でしょっていうのはありますけど。じゃあちょっと研いで、切れ味を戻すぜ。で俺ショートカットね、あれにしてる、あの押さないと発動しない操作方法。そしたらと、あの誤爆するんで。なんか来た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 、クルルヤック。ほい。一応ね、なんか拡散型って攻撃に気絶値が乗るらしいんですよね。一回も気絶させたことないけど。だ、大してつかないのかな。ちょっと追っかけよう、乗って。一応ターゲットしとこう。これあんまりこれ使わないんだけどね。だと送流とかもやりたいんだけど、俺あんまり送流もやんないで、ただひたすらこう打つだけだから。これいけんじゃん。1、2。ああ無理だ。これめちゃくちゃ隙でかいからね、外すと結構致命的。で補充して、攻撃するよりは打った方がいいかな、肉質的に。まあ、拡散だしね。だから攻撃して打ってっていうのも武器によってはありかもしれない。攻撃に備えろ。なんか強力な攻撃を打つ時はなんか言ってくれんだよね、来るよみたいな。割と喋る今回のハンターさんは。打ち抜くぜ。俺は結構いいと思うんですよ、喋って。で、喋るのがちょっと鬱陶しいっていう人は、まあ、設定で変えられるんで。あ、いけるかな。はい、無理だ。ちょっと強引に行こう。あと緊急回避みたいなのがこれでできる。俺は割と緊急回避使う派かな。ほい。ちょっと待ってな。こういう時に叩きつけからのフルバーストができればいいんだけど、弾がありません。死にそうな気がするけど。はい、OK です。
じゃあちょっと剥ぎ取りますか。別にいらないけど。それじゃいただくぜ。剥ぎ取りも一応犬に乗りながら剥ぎ取れんのかな。全体的にそういうモーションがかなりスマートになってるので、これ落とし物ももうなんかサクッと取れる。でこれ蜂蜜もサクッと取れる。でこれは防御力アップの昆虫、攻撃力アップだった。で飛んでるのはこれはなんだ、あの飛ぶゲージプラス1みたいな。これ何つけてるかって言ったら、あれつけてる、ヒートなんとかと、これね、ガード。俺全然使いこなせないから。ガードを外すとさ、ちょっと隙が出るんだよね。それでね、結局ダメージを食らってしまうっていう、そんな感じで。ここら辺はもういい、見るまでもない。であとね、あの装備買いすぎて今金がないんだよね。多分今1万円くらいしか持ってないから。ホウモロコシをだから最近鍛えて金がなくなった。鉱石とか売ったからね、鉄鉱石とか50個くらい売ったから、それで金策しました。で村クエやると一応ね金が貯まる。で集会所は結局4人でお金を分け合うん でたまに死んだりするんで、そうするとどうしてもね赤字になったりするんで、まあ、お金貯めるために村クエやってる感じですね。まあそんなところで、まあ、自分もちょっとモンハンやってるんで、まあ、いつかね、皆さんと一緒に集会場でお会いできるのを楽しみにしてます。まあそんなわけで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。